ジョン・ジョージの作品をみんなでの皆さん、こんにちは。今回は、このジョージの小さな演奏会の、2ですね、ブッコ2のこの春ですという曲ですね。この曲 のアイディアをくださった先生がいらっしゃいました。ありがとうございます。そのアイディアをいただいて、私もこの曲を実際弾いてみました。で、思ったんですけれども、すごく素敵なアイデアだし、和声が変わることですごくこうイメージが変わっていくなと思ったんですね。そこの部分を今日ご提示くださったこの曲をまずご紹介してみたいと思います。すごい明るい曲なのかなと思いきや、やっぱりこうジョン・ジョージの世界というか、どこかすごく優しくってこう心にしっくりくるような、ね、そんなメロディーがすごく素敵だなと思うんですけれども、2小節で1つのフレーズ、このここまでが1つ、そして内緒話するみたいな、あ、つくしが咲いたねみたいな感じかもしれないですよね。そしてアイデアいただきました。元の、メロディーは、あれどこ行っちゃったの、春ってどこみたいな、ここかな、でも違うみたい、そして見えるような、そんな感じですね。そして先生から出されたアイデアというのが、あれあれっていうところを、そうではなくて少し寂しい感じで聞かせる、その音がそのまましたらどうかなっていう風にご提案いただきました。これはこれですごく素敵ですよね。必ず寂しい部分っていうのは曲の中にあるものですので、ここで少し寂しくなる、だけどそのこのギスの音がに下がることでちょっとホッとする感じ、そしてここで即死のハーモニーが出てくる、それだけでこう前向きになった感じ。ジョン・ジョージ先生の元 のメロディーでいくと、和声でいくとちょっと、ね、両方ともん、なんだろう、あれここじゃないのかなっていう感じがするんですけれども、先生 のアイデアだと、ぜひ皆さんも聴いて楽しんでいただけたらなと思います。私はここの、13小節目の戻ってきた再現部のところをピューフォルテ、今までよりももっと喜びを持ってっていう感じで書かれているんですけれども、私はなんとなくこの後なんとなくね、小さい感じ、ちょっと
かちょっとオルゴールのような、向こうの方でこうさっき聞いたメロディーを聞いているような、そんなイメージで弾いても素敵かなと思います。そんな風に皆さんも、私たちもいろいろアイデアを持って弾いていますので、あの先生方もそんな風にしていろいろご提案いただけたら嬉しいなと思います。はい、また皆さんでお勉強できたらと思います。ありがとうございました。